私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は改底追加版で重曹はコロナや癌に効くのかについてお話をします。怪しいイタリア人元医師に関してもお話をします。このビデオの用紙ですが医療従事者の資格と責任についてまずお話しします。そして重曹がコロナや癌に効くのか。 ということと、怪しいイタリア人の元医師、そして酸化ストレスは ph の酸性とかアルカリ性とは無関係です。という話をします。そして、重曹で癌は消えません。酸化ストレスを下げるにはについてもお話をします。え、こちらが医療従事者の国家資格でえまあ、医師関連からずっとですね。薬学関連までたくさんの国家資格があります。 もちろん、この国家資格をお持ちでない方でもですね、がんとか基礎研究のトッププロでその業界に詳しい方がおられます。しかしながら、この国家資格を持っていた場合にはですね、例えば、医師法を違反した場合にはですね、懲罰を喰らうことがあるわけです。 私の知っている方で、えー、ホームページや SNS でですね、医薬品の使用量を保険適用量よりも少なくすると疾患に良い効果があると発信したドクターがおられたんですね。なんとこのドクターは医師法違反で3ヶ月医療停止を命じられました。つまり国家資格を持つ人間はデマであったり法律に反することを 発信しただけで懲罰がありますところが健康に関する本の出版や民間療法を SNS で伝えられていてこの国家資格がない方というのはですねこういうペナルティを課すことができないわけですですからどういう方が本を書いたり発信をしているかというのは非常に重要だと私は考えていますさてこの図は コロナウイルスに感染すると ROS と書いてある酸化ストレスが非常に増えてしまって免疫の暴走、サイトカインストームを起こして重症化するという図です。ここにはペーハーのことは書いてありません。つまり酸化ストレスとペーハー、体が酸性とかアルカリとか言うんですが、これは全く関係ないからです。 酸化ストレスを簡単に説明しますと、えー、洗濯用のですね、漂白剤である過酸化水素、それから消臭滅菌に使われる次亜塩素酸水というものが酸化ストレスの最終物質として非常に有名です。この2種類は、白血球が細菌やウイルスを飲み込んだ時にですね、破壊するのに使うということで、我々の体を守ってくれています。 しかしながらこのような漂白剤成分が体の中で増えてしまうということはどういうことかというと体全身がが炎症が起ここるとということなんですねですから pH とは関係なしにこのような漂白剤成分が体が増えるということが体が錆びる酸化ストレスですということを理解してください。 さて、この本はイタリア人医師が発見した癌の新しい治療法、重曹殺菌と抗酸化食事療法で多くの癌は自分で治せるという本です。そして、この著者の方は先ほどの国家資格の方ではありません。そして、監修されているのはトゥリオ・シモンチーニというイタリア人の方です。内容を簡単に申し上げますと、癌の原因は心筋、カビである。重曹は心筋に効く。 だから癌にも効くということが、この帯からも読むことができます。私はこの本を購入して内容を読んだ上で、このビデオを作っています。さて、監修されたという指紋地に博士をえパブメドで検索しましたが、論文はゼロでございます。検索するうちに朝日新聞社のコメントの pdf がありまして。 何が書いてあるかというと、治療法に根拠なし、2003年に医学会追放、2004年患者死なせて禁錮4年、2018年患者死なせて禁錮5年、癌は親近だなどの表現不適切ということが書いてありました。この本は2019年発刊ですので、2018年から禁錮5年ならばですね、刑務所の中から本の監修をされたのかなというふうに感じます。 さて、ウィキペディアにトゥリオシモンチンさんの項目がありました。朝日新聞の報道とほぼ同じような内容が書いてあります。まあ、朝日新聞社が出していて、ウィキペディアにも載っているということは、これらの情報は正しいのではないかと私は考えています。この本の内容を、本要約チャンネルが解説しているので、そのスライドを引用させていただいてお話をしたいと思います。この本では、 重曹を飲んだり点滴をしたりすると体がアルカリになるということが書いてあります。そして体は活性酸素によって酸化。活性化した酸素のことでむき出しの鉄が空気に触れて錆びてしまうように私たちの細胞も活性酸素によって酸化されることで錆びる。この活性酸素については正しい記載です。しかしながら先ほども申し上げましたけれども 体がアルカリ化することと体が錆びる酸化ストレスとは全く違うわけですね人の体のペーハーは主に呼吸と腎機能で7.35から7.45の間に調節されていますそして酸化ストレスは体のペーハーとは無関係なんですね過呼吸になっていたりもうその生態が死にかけの場合にはこのペーハーはずれることになるんですが我々の体のペーハーは 非常に狭い範囲で調節されています。ですから、少々の食べ物を取ったからといって、ペーハがこれから動いて体がアルカになるということはあり得ません。この本では、さらに、膵い臓癌の5年生存率、一般の病院治療は数%、重曹殺菌法が96%とあるのですが、 このような論文は存在しませんし私は母親を膵臓がんで失っているのでその時にいろいろな治療法を探しましたが重曹殺菌法が効くというような事実はありませんでしたさてこの本では重曹を点滴するとほとんどのがんが治るというふうに書いてあるんですが、まあ、もちろんご自宅では点滴などはできないと思うので例えば大腸がん直腸がんには 感腸すると書いてあります。そして、膀胱癌に関してはですね、なんと、導尿カテーテルをして自分で重曹水を膀胱の中に入れてくださいと書いてあります。なんと、不慣れな研修医に無理やりカテーテルを入れられるよりは自分でやった方がはるかに良いと書いてあります。私はですね、25年間外科医をやりまして、研修医の教育にも携わってきました。 え医学の勉強を6年間して2年間にわたる臨床実習をして医学的知識も技術も身につけたのが研修医です一般の方が導尿カテーテルを使用すると感染を起こしたり尿道を損傷するということがあるので決しておすすめすることはできません重曹水に関して腎臓内科の先生が重曹水は健康に良いのか という YouTube ビデオを出しておられます。このビデオは大変良いビデオなのでご覧いただくといいと思います重曹水は腎臓に良いのか、まあ、効果と注意点というふうに書いてあるんですがアルカリ化のしすぎは危険血液を含む主な体液の pH は7.35から7.45で体の中で自動的に調整しています調整しているのは腎臓と肺ですと いうふうなビデオです。利点についてもお話しされているので、このビデオをご覧になると、重曹水が有効な部分と危険な部分というのが十分理解できるかと思います。さて、重曹の現実ですが、重曹具合は喉のコロナには効くかもしれません。酸化ストレスはペーハーの酸性、アルカリ性とは無関係です。ですから、重曹を飲んでも酸化ストレスは減りません。 重曹で癌は消えるエビデンスはありません。重曹を大量に飲むのは要注意です。肝臓や膀胱カテーテルもリスクが大きいと考えます。酸化ストレスを下げる。これがコロナに勝つ秘訣です。癌にも同じような効果があると考えます。禁煙、大量のお酒を飲まない。肥満糖尿病のある方は糖質制限をする。抗酸化効果食品を取る。酸化させる食品を避ける。 エビデンスのある抗酸化サプリメントの接種も有効と考えます。新型コロナ感染後の後遺症、ワクチン副反応の症状に悩む方々へ、私が開発した抗酸化配合剤の無償配布を行っています。2022年の3月末まで期間延長しましたので、該当される方はこちらの URL から申し込んでください。抗酸化研究室についての情報です。